ホンダスポーツ賞は、米国ホンダが毎年12部門のアメリカ国内女子大生アスリートに贈るスポーツ賞である。1976から77シーズンに制定された。各部門4名ずつノミネートされ、そのうち1名が受賞者となる。受賞者12名は、自動的にホンダブロデリックカップにノミネートされ、うち1名が受賞者となる。 他の3名12部門の選手は、ディビジョン2やディビジョン3受賞者となる。受賞者は、12部門の1000人以上の全米体育協会の管理者により選出される。他のノミネート者は、ディビジョン2やディビジョン3、インスピレーション賞として表彰される。受賞者は、引い出た技術スキルだけでなく、リーダーシップ能力、学業の成績、コミュニティサービスに参加する熱意なども、 選考の対象となる。年度末に受賞者12名の中から1名が最優秀選手としてホンダブロデリックカップを受賞する。これまでの受賞者にはジャッキー・ジョイナーカーやミア・ハムなどが名を連ねる。米国ホンダはこのスポーツ賞の選考過程において大学に200万ドルの助成金や奨学金を寄付している。出店、出店、ありがとうございます。